はい、ヒルビール放送局、おかえりダイエットウォークのまこねーです。今日はね、昨日より寒い。風があるんだよね、今日はちょっと。昨日も寒かったけどね。そう。でもちょっと、今日こそちょっと厚着してこればよかったなってすっごい後悔してるんだけど、でもまあ、歩き始めればね、2、3分も経てば慣れてきて、5分も知ればテンション上がってきて、そう、あの30分喋った頃にはもう名残惜しくなってくるみたいな感じだと思うので、今日も元気にやっていきます。そう、今日実はですね、私のね、食に対するこだわりについてお話ししようかなと思ってたんですけど、ですけど、急遽違うことにしました。それは何かというと、私がね、やってるポッドキャストの YouTube チャンネルは、全部日本語。もう日本人以外は、アクセスしても、ポッドキャストなんでね。しかも私がさ、自分の声で、喋ってる、ポッドキャストだから、YouTube の自動字幕日本語の自動字幕を使っても、満足にね、しっかり、字幕になってないし、で、多分満足に字幕になってないから、翻訳しても満足に文章ならないはず。ってことは、まあ外国の方が私のポッドキャストを聞いても、何言ってんだべなっていう感じだと思うの。だから、私の今の、メインチャンネルじゃないな、どっちもメインだもんな。ポッドキャストのヒルビール放送局は、もうほんと日本語オンリー。もちろんね、収益化のことを考えれば、そう、英語ベースの方が、全然いいんだよ。知ってる？YouTuber の人たちが、これを聞いてるかどうかわからないけど、単価だよ。そう、視聴数の、YouTube の視聴数の単価っていうのは、実は国によって全部違うの。で、日本が決して高いわけじゃないの。だから、アメリカに合わせて、そう、本国のアメリカに合わせて、発信して、そこだけ数を取れた方が、全然収益は高い。その上、そう、世界中で日本語を使ってインターネットに接続してる人は、3万人ぐらいだったよ。3億人ぐらいだったの。確か。まあ、3億人だってね、人口以上だからね。3億人なんだけど、そう、英語の場合、11億人よ。4倍近く。そう。だから、同じ言語でも日本語で YouTube するよりも、英語で YouTube した方が4倍確率が高いってことよ。普通に考えれば、YouTube は英語でやった方が、そう、収益率は、収益になりやすい。っていうのは、私は前から知ってる。気づいてる YouTuber の人もいれば、そう、もう英語全然わからないから、無理っていう人もいるし、今さ、翻訳ソフトもすごいさ、程度いいし、自分の声出さなくたってさ、機械ボイスでいけるわけだからさ、みんな英語でいいじゃんとか思うけど、なんか、こだわりがあるのかね。そうはしてない人が、私が見るチャンネルでは多いな。そう。でも私が見るチャンネルでも、日本語も英語も両方やってる人もいるし、メインチャンネルは日本語で、サブチャンネルは英語っていう人も結構いるよね。まあ、そっちの方が、なんか、より現実的な気がするんだけどね。同じ一つの同じさ、文章のコンテンツを作って、それをさ、日本語で喋らせるか、英語で喋らせるかの違いだからさ、と思うんだけど、そう思うのも私だけだろうか。とりあえず置いといて。まあ、それは置いといて。今日のテーマは、そうね、サブチャンネルじゃなくてもう一つのチャンネル。マコイズム。
まあね、まこいずむっていうか、チャンネル名は、まこと側のままになってるんだけど、そう、私はまこいずむっていう風に決めてる。で、今の、あのね、ポッドキャストの、ヒルビリ放送局は、今月はね、もう本当、細かいこといじらずに、ここ2ヶ月ぐらいで組み立ててきたものを、とりあえず継続して、データの蓄積をし、で、まあ、来月は、その、蓄積したデータを元に、ちょっと、修正加えようかな、なんて思ってて、こう、私はね、収益化に、っていうよりもね、試行錯誤してる YouTube って試行錯誤の連続じゃん。トライアンドエラーの。うん。もうね、試行錯誤とトライアンドエラーで、なんか進んでいく感じがすごい好きなのよ。だから無理しすぎると私すぐパンクしちゃうから、まあ、そこは無理せず、と、テレビ放送局はとりあえず、今の体制で今月いっぱいやってきます。そう。でもって、それでもってね、もう一つのマコイズムの方は、まあ、何回か話してるので、知ってるよっていう人もいるかもしれませんが、2月の後半に起こったトルコ、シリア、南部の、大地震の被災者に向けて、アラビア語、トルコ語、英語で、ショートムービーをね、毎日、3カ国、3本ずつ、発信してます。内容は、日本の防災に関する、学びがあったこととか、で、声援だとか、そう、まあ、励ますような内容もあれば、あなたたち、今のうちにこういうことしとかなきゃいけないわよ、みたいな感じの話もあるし、そう、まあ、いずれにしても、被災者に向けた発信をしてます。はい。なぜそういうことをしてるかというと、まず一番目は、私はもともとじゃないけど、そう、12年前ぐらいかな。そう、東日本大震災のちょっと前に、ネパールの、ね、山奥で NGO のスタッフとして働いてたの。うん。で、まあ、その NGO のスタッフの日本側の仕事をするために、そう、日本に帰ってきたんだけど、そう、その時に、事務所がなくて、NPO 法人のね、事務所を間借りしながら、お仕事してたのよ。そう。で、その NPO 法人が、地域のね、安心安全の情報を、当時メールでね、配信するサービスをやってる、NPO 法人だったの。そう。で、そこは、長岡市のね、被災地検討委員会と言って、長岡市も東日本大震災のずっと前に、中越大震災っていう震災があり、中越沖地震っていうのも体験してっていう感じで、行政と社協、社会福祉協議会と、青年会議所と、中越防災安全推進機構って言って、中越大震災の義援金をもとに作った、公団体があって、そこと、NPO と、あと民間の企業なんかがタイアップして、もし、緊急対応しなきゃいけないような、災害が、日本もしくは、日本国内はもちろんだけど、長岡中心に起こった場合に、速やかに対応できる仕組みを作ってたわけ。で、東日本大震災が起こった日の夜に、あれも夕方だったけど、その日の夜に緊急招集があって、そこで、東日本大震災に対して、どういうふうな対応をするかっていうのが会議で決まり、で、私が勝てた NPO も、そこの一員として、そこの団体の一員として、東日本大震災ボランティアバックアップセンターというセンターの立ち上げから運営を一緒にやってきたの。その時に、私はもうネパールの仕事どころじゃないと。目の前の、自分の知ってる長岡が、新潟がね、新潟じゃなくて、日本が、もう、どういう被害が出てるかわかんないような状況の中で、ネパールの仕事なんかやってるわけにいかないってことで、NPO 方のうちの方の仕事に一本化したのよ。そう、私がね。そう。そして、そこから、
およそ3年かな、NPO 法人のスタッフとして働いてた。うん。まあ、その中で、そこの法人は、まあ、地域の情報発信はそうなんだけど、もちろんおじいちゃんおばあちゃんたちに防災の情報をしっかり受け止められるように、パソコンの使い方のパソコン教室をやったりとか、そう、スマホの教室やったりとか、あとは、まあ、小学校、中学校とか、高校とかにね、発信システムのシステムを、貸し出しして、そう、緊急時じゃなくても、普段からね、学校からの連絡をメールで送れるっていうシステムの、を、提供したりしてたんだよね。まあ、それのバックアップ、私が知ったの、その、広報の発信と、広報、なんかの、まあ、インターネットを使う分野が多いかな。まあ、そこでね、私はさ、ワードプレスとか、いろんなツールの使い方を、独学で覚えたというか、覚えなきゃ仕事にならなかったという感じだったんだけど、そう、まあ、それで、防災関係の仕事も関わってたけ。そう。で、まあ、東日本大震災が終わった後、終わったっていうか、終わっても、まだ、現在深刻で終わってないけど、まあね、どんな大きい災害でも、まあ、2ヶ月、3ヶ月経つと、関係者じゃない限り、もう過去のことよ。そう。だから、トルコの地震も、そう、現在進行形でまだ2ヶ月ぐらいだからさ、現地の被災者の人たちは、本当に、大変な生活をしてるはずだよ。うん。日本よりも多分地震に対する対応方法が整ってなかっただけに、今でも多分避難所で、本当プライベートがない生活をしてる人もいっぱいいるだろうし、で、人種差別の問題もあるじゃん。シリアとトルコはさ、あんなに本当、何キロも離れてないぐらい近いのにさ、全く違う民族だからね。まあ、イスラム教はイスラム教だけど、そう。だからね、ショートメールでも発信する時間を一緒にすると、アクセス数がバラバラの。週によっても違うし、時間によっても違うの。そうなんだよ。うん。だからね、何時に、発信予約をするかって最初の頃すっごい迷った。今はね、週通してアクセスしやすい時間をだいたい導いて、まあ、ここら辺だろうなっていう、その中間のところを、ピンポイントに送ってるから、まあ、毎日じゃないにしても、週の何回はかは、ミドルヒットを飛ばすような、アカウントになっては来てきたんだけど、でもね、うん。でもね、ショートムービーはね、まあ、言ってしまえばさ、まあ、ショートムービー見てればさ、勝手に出るじゃん。その人が興味ある、カテゴリーとか、まあそういうのを見てるうちに、ひょって出てくるな。そう。スワップしてる間に。そう。だからさ、まあ普通の YouTube のアカウント、普通のさ、ロングムービーよりもさ、ショートムービーの方が、まあぶっちゃけアクセス稼ぎやすい印象なのよ、私は。それはね、ポッドキャストもそう。ポッドキャストはさ、やっぱ、入ってもらって、サムネ見て、タイトル見て、アクセスしてもらって、聞いてもらえないとわかんないから、そう、そういう意味じゃ、始めるのは手軽だけど、アクセス数を、視聴数を増やしていくには、なかなか、厄介というか大変なツール。うん。まあ、それで、ショートムービーの、そのマコイズムの、ショートムービーは、まあ、なんだろう。ヒルビル放送局のね、5倍ぐらいのスピードで伸びてるかな。そう、うん。そうなんだけど、ショートムービーじゃなくて、ロングの普通のムービーの方は、これまたね、まあ、ほぼ全敗。こんなにアクセス取れないのってぐらい、全敗。で、そこで、じゃあ、毎日配信できるコンテンツをどうしようかっていうのを、まあ、先月ずっと悩んでたわけよ。そう。で、まあ、災害ってさ、そう、日本にいると、そんなに、まあ、
ポコポコ起こるわけじゃない気がするじゃん。でもさ、うん、チャット AI とかに検索させて、昨日から今日までの24時間の間で、起こった災害なんか言うと、1日ね、下手すると2個か3個ね、やっぱあるのよ。そう。そう。人が一人以上亡くなった災害が年間何、世界中でいくつあるかっていうふうにさ、聞いてみると、やっぱね、600件以上あるんだよ。だからさ、世界中知らないだけで、大小様々な災害起こりまくってるの。うん。でもね、そのね、大手のさ、大手というか、まあ、世界中の誰もがさ、インターネットで見れるような、災害情報とかな、サイトを見ても、そんなね、いっぱい出てこないのよ。そう。だからさ、チャット AI で、まあ、ローカルなね、データまでみんな検索した上で、話をまとめてるじゃん。あの子たち。だから、世界中のローカルな情報も全部まとめると、やっぱり、1日2件3件の災害が、世界のどっかで起こってるわけ。で、その災害に対してみんなさ、お見舞いのメッセージとか送ってると、無理。だけど、例えば、2週間ぐらい前だったかな。そう、アメリカの、どこだったかな。どこだったかな。アメリカのね、テキサス州？いや、カリフォルニアだ。カリフォルニア州で、大規模な、土砂災害があったのよ。崖崩れというか、地滑りっていうか。そう。で、カリフォルニアにお見舞いのメッセージを送るときに、そう、カリフォルニアだよ？アメリカだよ？で、使われてる言語は何だろうって、まあ、絶対英語だと思うわけよ。でも、カリフォルニアの場合は、英語で、日常生活の会話、英語の人が 70%。あと 30% はスペイン語なの。だからね、よくよく調べていくと、世界はさ、大体、英語、中国語、フランス語、スペイン語、そしてポルトガル語かな。そう。大体ね、そこら辺が、まあ、世界の主要言語だよ。日本がね、まあ、少数派ってことじゃないけどさ、まあ、人数が多いからね、少数派ってわけじゃないけど、まあ、日本語を公用語してる人って、やっぱちょっと、少ないは少ないよね。でも、まあ、世界の重大言語には入ってることは入ってる。インターネット上のね。そう、はっきり覚えてないけど、インターネット上の重大言語だと、ドイツ語とか、そう、ドイツ語とかも入ってくるんじゃないかな。韓国語は入ってこなかったな。うん。そう。で、アラビア語も入ってなかったんだよね。さあ、でも、アラビア語もさ、人もいっぱいいる気がするんだけどね。世界の重大インターネット言語の中でアラビア語はまだ10位の中に入ってなかったな。それだけにさ、アラビア語で配信してると、アクセスが集中しやすいっちゃ集中しやすいよね。さあ、私のマコイズムも、なんだかんだ言って、アラビア語とトルコ語と英語だと、アラビア語のアクセスが多い。うん。しかも、アクセスログを見ると、なぜかサウジアラビアの人が多い。だからさ、インターネットにアクセスしやすいアラビア語圏の人たちが、まあ、サウジに集中してるのかもしれないね。うん。と思うと、私はさ、考えたの。そう。全部の災害にお見舞いのメッセージを送ってても、トルコとか、トルコの地震に関して、発信したショートムービーは、そこアクセス取れるんだけど、そう、それぞれの、地域の小さいというか、まあ、大規模じゃない災害に向けて、お見舞いメッセージを送っても、そう、アクセス取れないの。まあ、1日じゃね、ダメなのよ。うん。しかも、その地域に合わせた言語で、地域に合わせた、いいだろうと思われてる発信時間で発信し、地域に合わせたハッシュタグをつけても、まあ、アクセスほとんど取れないの。そう。となれば、そう、ちょっと待てよと。ちょっと待てよと。そこで、よく考えてみよう、誠。うん。まあ、この絵はね、その時ね、よく考えた。
私はなんでこれやってるんだろうって確かに確かに始めた時はトルコのさ被災者の人たちに何か一人二人でもね私のメッセージを聞いて前に進める元気が出てくれればいいなと思ってやってたよ。でももう今ねちょうど50回目なの、発信始めて、毎日始めて、でそう50回を過ぎた今となってはさ、そうもうこのメッセージをメッセージの内容も随分変わってきて、これから復興していくにあたって今やらなきゃいけないことみたいな、そういうメッセージになってるんだけど、そう、もちろんね毎日さチャット AI で文章を作ってるわけじゃなくてと、いろいろな参考するはするんだけど、思いつきでね思ったことを文章してるからさ、ぶっちゃけねネタがない日もあるわけよかといってもネタがボコ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 出てきて、3日も4日分も作っとく時もあるしさそんな時もあるんだけど、やっぱりさ、いずれ東日本大震災もそうだけど、何ヶ月もするとさ、そう、もうその話題もニュースに上がらなくなってくるわけよ。だってさ、2万人死んだ東日本大震災だって、今じゃさ、現地のさ、福島とかでも、何ヶ月に1回とか何週間に1回ぐらいしかニュースになるようなネタがないわけよ。そう、そう、それがさ、トルコだってさ、確かに4万人、5万人亡くなったかもしれないけど、随所さ、原発災害があったわけでもないし、そうすると、何ヶ月もしないうちに、もう、現地でもニュースはポツポツってなってきて、被災者の状況だって、被災者本人じゃなければ、わからないような、あの時、被災して家がなくなっちゃった人ね、とか、家族が死んじゃった人ね、ぐらいの話にはなるかもしれないけど、そう、話題性がどんどん減っていくわけよ。そうした時に、果たして被災した人たちは、さらに私のメッセージを聞いてどうなんだっていうふうに思わないでもないわけ。本当に求められてるかどうかってわかんないわけよ。そうなれば、アクセス数はさ、もちろん、どっかで止まり、下降方向になっていくと思うわけ。実際に、ピークの時よりは、アクセス数がちょっとね、下がってきてはいるの。そう。となれば、私はね、もともと、収益化した、できたなら、収益化した時の、その、アカウントの、収益を、全部、何かしらの、国際防災関係の、団体に寄付するっていうことを前提としてるの。だからさ、せめて、収益化する、できるっていうところまでは、頑張りたいわけ。そう。だってこれからさ、またいろんな災害が起こる可能性もあるし、それは海外だけじゃなくて日本だってそういうわけで、そう。災害がない時、大きい災害がなくて話題性に欠ける時こそ、やっぱり、頑張りどころのはずなわけよ。で、災害なんかない方がいいに決まってるんだから、頑張り時の方が多いわけよ。このチャンネル。じゃあ、その頑張りの時に、じゃあその、アクセス数を稼いでいくために何を配信するかっていうのが、このね、今も答えないんだよ。今も答えもないけど、悩んでる一つなんだよね。そう。チャット AI とさ、会話しながら、いろんな模索は知ってるよ。模索してるけども、これといった解決方法もなく、やっぱりトライアンドエラーしかないんだよね。それでさ、今考えてるのは、50回だけど、100回でトルコの被災地向けの限定メッセージはもう打ち切ろうと。あと1ヶ月半ぐらいだよね。そう。そうして、今度は、世界中の被災地に向けて、日本で起こった災害とか、いろんなね、チャット AI 使えばさ、世界中の災害の記録とかさ、出てくるわけじゃん。そういった内容を、
ポッドキャスト形式で、ショートムービーと、ロングムービーと、って感じで、まあ、言ってしまえばさ、日本の解説系みたいな、動画配信にしていこうと思うわけ。うん。もちろんさ、まあ、画像ポンポン入れてさ、だって被災地の画像なんてそこに行かなきゃ撮れないじゃん。で、それに似てるようなさ、平和そうなさ、平和そうってかビジネスっぽいのとか平和そうなやつをさ、動画ね、持ってきてさ、繋いでもなんかイメージ違くね。まあ、まだどういう形にするかわかんないけど、英語とフランス語とスペイン語だな。確か。うん。に関しては、ショートムービーとロングムービーを毎日一本ずつ、ポッドキャスト形式で、世界の防災の歴史とか、様々なカテゴリーなんかを、防災に関するね、情報を、前に発信していけるっていう、チャンネルに変更しようと思ってるの。で、それを今月、そう、まあさ、毎日ってなるとさ、サムネもさ、ある程度、決まった形じゃないと、作りきれないわけよ。なんかさ、私、こだわり屋さんだからさ、なんか、私風のさ、私のキャラクターと私のさ、センスで、やっぱ、サムネ作ってしまうわけよ。それが、果たしてさ、海外のさ、海外の、英語圏とかスペイン語とかフランス語圏のさ、人に受け入れやすいサムネかどうかってのもわかんないわけよ。だってさ、スペイン語とかさ、英語とかさ、フランス語の、サムネ見ても何書いてあるかわかんないだろ、私。文章になってればさ、簡単に検索けど、そう、画像になってるのさ、検索かけるのはさ、ちょっと手間じゃん。そうするとさ、なんか何を、ヒントにどういう風につけていったらいいかもさ、ちょっといまいちよくわかんないからさ、うん、そこら辺をね、今月、検討しながら、まあ、今月の末ぐらい、もしくは来月から、テスト配信を繰り返して、まあ、2ヶ月、3ヶ月後ぐらいには、そういう風に移行したいなと思ってんだよ。うん。そう。まあ、その間、ヒルビル放送局の方は、現状維持。焦ってもしょうがない。そう。焦ってもしょうがないし、そう。まあ、のんびりやっていこうよ。大丈夫。3年後には、私は YouTube だけで生活してるから。うん。そう。ねえ、まあ、半年後には、半年後というか、数ヶ月後には、ダイエットのプロフェッショナルアドバイザーになってるし、そう。まあ、プロフェッショナルアドバイザーになった後、あれよ、インストラクターはさ、多分ね、それ相応の金額がかかるはずなんだよ。うん。多分ね、資格取る勉強もお金もかかるだろうし、資格認定証なんかもさ、まあ、大体さ、わかんないけど、他のやつを考えると、まあ、40、50万だよね。そう、そんなお金私はどんな引き続き、どんなさ、ジャンプしても出てこないからさ。となると、まあ、プロフェッショナルアドバイザーになった先、インストラクターに、どういう風になっていくかっていうのは、まだ未知数なわけ。そう。他にもさ、ダイエット関係の資格あるからさ、まあ、いろんなのをさ、取ってみたいと思ってて、最終的に、日本ダイエット健康協会のインストラクターになればいいかなと思って、それすら3年計画だと思ってるの。うん。そう。まあ、そんなわけでね、まあ、こいつの方は、これから2ヶ月、3ヶ月かけて、大改造というか、大改革を目指していくと。そう。もちろんさ、トライアンドエラーの連続だから、そう、どうなるかわかんないけどね。そしてまあ、3ヶ月経って、ようやく更新が見えてきて、それが日常生活のリズムとしてできるってところになったら、もう一回ヒルビル法則に戻ってきて、今度またヒルビル法則の第二次改革でね、に着手しようと思ってる。うん。そう。なんか、今日はなんか寒くて、でも手の触ってもほんと、先端、ガビガビ冷え性っていうわけじゃないけど、ガビガビってすっごい冷たいんだけど、もうね、外が明るくなってきて、
そうそう、あ、桜が見頃だわ。多分、帰りはもう、そう、八分咲き、九分咲きとかじゃないかな。そう、まあ、長岡の桜で、ここが一番遅いから、うん。多分、今年の最後の桜だよね。今週いっぱいは、ほんと、ここすごく綺麗だと思うな。うん。そう。いや、桜で思い出したけど、なんか、オイランの話とかもしたいな。オイランの話とかは、多分、M キャスの方がなんか似合いそう。そう。実はね、昨日 M キャスは、久しぶりに商品レビューの話、違う、今日の10時からだ。今日の10時にアップされる、M キャスは、商品レビューの話をしたんだけど、まあね、モニプラっていうサービスがあるんだけど、それは、企業案件で、こっちが応募すると、もともとね、何件、レビューアーを、募集してますっていうようなのが出てて、まあ、それに応募して、当選すると商品が届いて、それを使ってレビューして、インスタとかに、今インスタが多いかな。だってまあ基本的に女性に送るっていうような感じだからね。まあそういうサービスがあって、昔からあるけど、なんか、なんだろう。ちょっと停滞気味なのかな。どうだろうね。停滞ってことじゃないと思うけど、まあ、そのモニプラの、そう、レビューをしたのを、あんまりさ、商品がちょっとお気に入りだったんで、もうね、私はインスタさ、そう、なんだっけ、リールムービーで、3本立て続けに1つの商品でやってるの。そう、そうなんだけど、まあ、M キャスの方でも、いや、実はこんなことあってさ、みたいな感じで喋ったんだよね。それが今日の10時アップ。まあね、どうなんだろうね。でもね、モニプラは、うん、ちょっと今回3つの商品、ゲットして、3つのレビューしたけど、ちょっともう卒業かな。そうそう。モニプラが面白いってわけじゃなくて、届く商品に、が、なんかあんまりなんか面白くない。そう、それだったらさ、やるじゃん。YouTube とかさ、いろんなさ、サイトに出てるさ、実質無料みたいな感じのさ、ダイエットものとかさ、そう、美容ものとかの方が、面白いか。自分で買ってね、勝手にレビューするみたいなのが面白いかなと思ってるの。うん。だってさ、企業、まあ、いいもありも企業案件なわけよ。モニプラって。そう、企業案件だとさ、好き勝手書けないじゃん。そう、だから悪いようには書かないさ。悪いような、そう、悪いような話にはしないさ。でもね、そう、っていうこともあるわけよ。まあ、それで、うん。そう、今はね、まあ、とはいえ、そこにさ、まあ、実質無料は実質無料じゃないからね。ほんと言葉のマジックだよね、いやらしい。うん。実質無料は実質無料じゃないから、まあ、そこにね、コストもかけられないし、まあね、一ヶ月に一商品ぐらいだったら、まあいいかなとか思うけどさ、うん、まあ、そこはもうちょっと様子見ながら、まずは、16時間大断食を継続すること。で、ダイエットが大前提。そう、それが大前提。その次に、まあ、小泉の方の、そう、さっき話したやつを、改革するっていうのが、パート2。そして、ヒルビル宝石の現状維持ってことかな。まあ、そんなわけでね、そう、今月は走っていこうかなと思ってます。ようやくね、着いたんだけど、あ、ほんと寒い。寒い時に限って誰も来てないじゃん、まだ。本当に。そう、まあ、そんなわけで、今日も、もうね、明るくなってきて、うん。いい塩梅なんですが、そう、これは、明日も天気いい予定だから、明日はちょっと早め出て写真撮ろうかな。そう、うん、そんなわけで、今日も
ヒルビル細く、ワケありダイエットウォーキング、最後までお聞きいただきありがとうございます。うん。で、このワケありダイエットウォークは、スプーンの場合、その日の6時には発信されてます。はい。まあ、ちょっとずつね、固定客なのかな、毎日同じさ、視聴数なのね。だから、同じ人が見てるかどうかちょっとわかんないけど、なんか、増えもしないし減りもしないっていう感じで推移してます。スプーンの方も、スプーンの方も。で、もともとのキーステーション、YouTube のポッドキャストの方は、今収録してるやつ、翌日の、朝6時から配信になってます。なので、月曜日から、YouTube の場合ね、月曜日から、なんだ、月火水木金までの5日間、ヒルビル放送局、ワケありダイエットウォークと、姉妹ポッドキャスト、なんだっけ、まあ、このようなミカスト、両方、片っぽは6時から、片っぽが10時から、配信してますので、ぜひ、他のポッドキャストもご覧ください。そんなわけでですね、まあ、綺麗な桜の中、ようやく着いて、すがすがしい朝のつもりですが、ものすごく寒くて震えてるマコネーでした。また明日。バイバイ。